本日はどうもありがとうございます。NBDC センター長の高木でございます。これから15分ほどお時間いただきまして、NBDC がこれまでどういうことに取り組んできて、今後どういう方向に向かおうとしているのか、簡単にご紹介させていただこうと思っています。冒頭に皆さんの貴重な時間をいただくのは大変気が引けるのですけれども、ぜひ、我々がどういう方向に進もうかということを、ご理解いただいてご協力いただきたいという観点で少しお時間頂戴した次第でございます。よろしくお願いします。さて統合データベースプロジェクトでございますけれども、このプロジェクトは文科省のものに関しましては平成18年の秋にスタートいたしました。そういう意味で今11年が経過して12年目に入った。でこの統合データベースプロジェクトを支える支援推進するという意味で平成19年に、情報システム研究機構にライフサイエンス統合データベースセンター、略称で DBCLS と呼んでおりますけれども、それができまして、その後、平成23年に、この今お話ししている NBDC が、できたという次第でございます。でこれまでどういうことをやってきたのか簡単にご紹介いたします。NBDC できて、7年目になるわけですけれども、それ以前の活動まで話し出すと少し長くなりますので、NBDC が始まってからの話を中心にお話しいたしますけれども、NBDC ではこの4つの柱ということで取り組んでまいりました。戦略立案、ポータルサイト運用、それからデータベース統合、それから基盤技術開発ということで取り組んでまいりました。戦略の立案というのはここにありますように、この統合プロジェクトは文科省だけではなくて厚労省、農水、経産省と連携してやっておりますので、そういうものとどういうふうに連携していくか、あるいは人のデータの共有に際しまして、プライバシーといいますか個人情報を守らないといけませんので、そういうものをどうやって、うまくその保護とのバランスを考えながら、共有するか、こういうことの、戦略の立案です。それから、ポータルサイトはサービスをいろいろ行う。これは、そのデータベース統合というのは、分野別、例えば植物ですとか微生物ですとか、あるいは人ですとか、そういうような観点でデータの統合を行う。そのための技術開発が一番下に書いてあるところです。でこういうようなものをこれまで展開してきた次第です。で詳しくは明日の、最後の方で NBDC からの発表がございますので、そちらを聞いていただきたいんですけれども、主なものでざっとご紹介しますと、私どもがカタログと呼んでいるものは約大体1600ぐらいございまして、我が国のデータベースはほぼ網羅した段階でございます。でそれを串刺しに横断的に検索できるもの、横断検索、それから、データベースのフォーマットや権利関係を整理したものが、下の左下の、アーカイブと呼んでいるものでございます。それから、2、3年前から始めましたけど、 NBDC の人データベース、人ゲノムの個人ゲノムのデータベースがそこにありますように、結構なものが溜まってきております。研究プロジェクトの数に関しまして126、それからサンプル数にしまして、30万弱と、こういうものができてきているわけでございます。それから、これはDBCLS という先ほどご紹介したところとの共同研究で進めているものでございますけれども、基盤技術開発ということで、国際的に、いろんな標準化の取り組みをやってまいりました。それからそういうものを踏まえまして RDF 化したデータベースを、RDF ポータルという形でまとめています。それからこの技術を使いまして、ゲノムを、整理した、あるいは似たようなことでございますけども、そういうものを整理して国際的に、人の変異情報を分散したデータベース上で簡単に検索できると、中身を見ずにどういう変異があるかを検索できるような、これ以外にもここにありません、さまざまな技術開発を行ってきています。でこういうような技術開発と並行いたしまして、ここに書いておりますけれども、いわゆる私ども分野別と呼んでおりますけれども、さまざまな、分野ごとにデータを整理する、あれそのためのオントロジーとフォーマット等を整備するという活動をしています。でこれと先ほど今お話しした、基盤技術開発、RDF 化を中心とした技術開発を合わせまして、今いろんなデータがつながってきて、いわゆるライフサイエンスにおける、オープンサイエンス、あるいはビッグデータサイエンスというものの基盤を形作っているわけでございます。でこういうような中には国際的なデータアーカイブのページになっているものもいくつか出てきていると。ということでございます。それからもう一つ最近始めたものでございますけど、先ほど少しご紹介したヒトゲノムのデータベースを、
行っておりますけれども、あ、これはちょっと言い忘れましたけど、あの遺伝研の DDBJ と連携して行っておりますけど、その同じ、システム、あるいはその枠組みを使いまして、A メドのデータを、データベースをお手伝い、作るのをお手伝いする。で、我々があの、サービスしているデータベース、いわゆる公的データベースで、まあ、あのヒトゲノムの場合、少し許可された研究者だけでございますけど、基本的に、一般に公開しているわけですけど、A メドの場合は それ以前に、まあ、少し、グループ内で共有するということをやっておりますが、そういうような仕組みを、私どもの、システム、あるいはその仕組みを使って実現していると、こういうような活動もしてきている次第でございます。それで、これがあの先ほど少し触れました4省、文科省、それから、厚労省、農水省、経産省と取り組んでいるものでございますけれども、その4省連携に際しまして、これはあの今から7、8年前に考えた取り組みでございますけれども、まあ、データベースのカタログを作る、それから先ほどご紹介した横断検索、それからアーカイブと呼んでますけれども、統一的なフォーマット、権利関係を整理してこうダウンロード可能にする。最後は、それらが全部、まあ、つながるように再構築する。こういう4つのステップを立てまして、4省連携というのを進めてまいりました。それで、実はあの最近ですね、よくこのオープンサイエンスの世界で言われるのが、ここにありますように、フェアという言葉がよく言われます。これは、あのここにありますように、まあ、データ共有を推進する、まあ、研究者や出版社、その他諸々の国際コミュニティで提唱されているものでございますけれども、このフェアって何かと申しますと、この4つの、言葉の頭文字でございまして、ファインダブルから始まりまして、アクセスブル、それからインターオペラブル、それからリユーザブルと、こういうような、概念に提唱されて、皆さんこれを推進しようということにしているわけですけど、実は先ほど申しましたように、私どもから7、8年前に始めました、この枠組みというのは、ちょうどあの少しあの細かい点はいろいろありますけれども、大体これに対応するようなものをやってきているということでございます。そういう意味で、このフェアという、フェアプリンシプルをですね、まあ、こういう考えを先取りする形で、これまでデータベースの整備等を行ってきたということが言えるかというふうに思います。さて、それで駆け足で今まで あの成果と言いましょうか、これまで数年取り組んできたことをお話しいたしましたけれども、あの詳しくは先ほど申しましたように、明日いろいろお話があると思いますが、こういうようなことを、まあ、あのNBDC が始まって6、7年、それから、統合プロジェクトが始まって、まあ、10年ぐらいの間取り組んできたわけでございますけれども、で私ども その感覚といたしまして、まあ、当初目的としたそのデータの基盤整備は、まあ、だいぶ実現に思った方向に近づきつつあるのかなと、別の言い方をすると、先ほどフェアということを紹介しましたけど、まあ、フェアが、それなりに実現して、生命科学分野で、まあ、オープンサイエンスの基盤が構築できたのかなというふうに、ちょっと手前ミスかもしれませんけれども、まあ、思っている次第です。ところがですね、いろいろお聞きするとですね、それがどうしたのというふうに言われてしまいまして、どういう役に立ったのと、実現したらもう統合プロジェクトが終わっていいねとかですね、あるいはあのもうあのフォーマットやオントロジーができたなら予算は減額してもいいねとかですね、こういう、結構私どもの考えとは違う厳しいことをあの特にあのいろんなところから聞くわけです。まあ、特にいろんなことというか、まあ、財政当局だと思いますけども、それで、まあ、あのそうやってみるとですね、我々はあのうまくいったと思ってるんですが、実は、反省してみるとですね、データ駆動型研究と最近よく言います。これは、まあ、実態が何かということはあの長くなるのであの置いておきますが、そういうことがどこ至るところで実践されてるかというと、必ずしもそうではない。ほんの一部の人しかまだあのこういうことはやってないと。それから私どもが作った統合データベースが、あのこれもあの非常にあの結構多くの人に使われてはおりますけども、じゃ あの日本の研究者が全員使うような状況が生まれてきているのか、あるいはそれを使ってどん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 論文なり特許なり、新しいその知識発見が行われているかというと、まあ、これもそう言われるとちょっと不十分だなと。でまた別の言い方しますと、何か、統合データベースを使うキラーアプリみたいなのが、これですというのが示せるか、それもちょっと厳しいなというふうに思う次第です。でそういうようなことを考えますと、私どもとしてはこれからまあ種類も増えますし量も増えると、特に量はあの爆発的に増え続けているわけですけども、そういうまあデータの整理統合はあのどういうふうに言われようとまあ続けないといけないと
ただまあこれまで通り続けてもしょうがありませんので、まあ、効率よく続けないといけないわけですけども、まあ、そういうことはやりながらもですね、データベースのまあ利活用のさらなる促進だとか、あるいはそれを他人任せではなくて、我々まあ基盤作ればいいと思ったわけですけども、そうではなくて我々自らまあ実践するということもやらないといけない。それからこれまでもまあユーザーの視点に立って開発してきたつもりではありますけれども、よりまあユーザーの視点に立ったデータベース構築だとかアプリ開発をやらない。その中でこういうふうにうまくいった、こういうことができた、こういうふうに使えばいいというようなことの活用事例をどんどん蓄えていって、それでまあ皆さんにより使っていただくという、こういうサイクルを回さないといけないなというふうに思っている次第です。ただこういうふうにまあ考えてはおりますけども、あまりこう独りよがりでこっちの方向に行ったらいいとか、あっちに行ったらいいと、これやめた方がいいというのことというわけにもいきませんので、先ほどあの白木沢理事の方からご紹介ありましたけども、NBDC ができて6年経ったということで、事業評価というのを行いました。当然事業評価ですから、まあ、外部有識者による、まあ、委員会を立ち上げまして評価いただいたわけです。で、まあ、こういう評価やるとみんなこんな成果出るんだろうと言われたら返す言葉がないんですけども、結論としてはですね、優れたまあ成果を出してやり、今後も事業を継続しなさいという言葉をいただきました。ただここにありますように、今後改善すべき点ということで、先ほど少しご紹介もありましたけれども、こういうような少し医科学だけじゃなくてこういうところも取り組みなさいとかですね、もう少しこれまでも取り組んできてはいるんですけども、情報科学研究者とか、まあ、人工知能研究者とかですね、そういう方たちともよりもっと深く、付き合いなさいとかですね、それからいわゆるその形の扱いにくい形のデータですね、構造化データ、画像だとか、そういうテキストとか、こういうものもマーケットなさいとか、それからデータベースがどう使われているのか、その、仕組みをそういうのを把握する仕組みを作りなさいとかですね、言われています。人材育成に関しては、これはまあ非常に大事だけども、ちょっと今の人員と予算では厳しいかもしれないので、考えなさいとかですね。それから、いわゆるこのプロジェクトだって10年ぐらい経つので、もう一度全般的に、何が大事で、何は優先度が低いのかっていうようなことを見直しなさいと、こういうことをいただいたわけです。でこのような事業評価を受けまして、先ほどもご紹介ありましたけれども、NBBC 運営委員会からですね、提言をいただきました。今後5年ぐらいでどういうことに取り組むべきかということで、そこに赤字で書いてあるようなところで、未公開データ、それからの段階から、まあ、データベースの統合化を視野に入れて取り組むとかですね、支援するとか、利用者の視点に立つとか、まあ、知識とか、新しい知識とかイノベーションを見ような仕組みをしてください。でこの3つをいただきました。それからあと下の2つはちょっと NBBC だけでできる話ではございませんけども、まあこういうデータベースを今後継続的に、先ほど申しましたように量的にも非常に爆発するような状況の中でどう継続していくのか、まあ予算的にもそうですけども、そういうものを考えなさいとかですね、あるいはワンピンを買おうとしてもう少しこうプレゼンスを国際的にも国内的にも上げなさいということが言われます。でこう細かいところはですね、この NBDC のホームページのこの NBDC についてというところをクリックしていただければですね、今の事業評価と運営委員会の提言がご覧いただけますので、ぜひご関心のある方は見ていただきたいと思います。さてそれで少し残りの時間で今後どういうことに取り組もうとしているのかということ、今提言いただいたところに従ってということがもちろんでございますけど、もう少しその噛み砕いて取り組みをご紹介いたします。で大きくこの3つぐらいを考えております。一つは先ほどから何度も触れてますけども、これまではデータが公開されてからそれを統合するという、整理するという仕組みでしたけども、もう少しそのデータが出てくるところでデータがまだ公開しない、あるいは先ほど少しご紹介したAMEDの、グループ内共有といいましょうか、そういうようなところから、支援すると、それからもう少しその応用につながる、応用というのはまあ、基礎生物学だけでなくて医学とか薬学とか農学とかさまざまございますけど、そういうような応用領域、あるいはもっと言いますとバイオ産業その他にですね、創薬その他に、焦点を当てて、そこの基礎データを統合していくということをやりましょうと。最後はさまざまな利用者のご意見をお聞きしながらですね、利活用に取り組む、この3つの柱で取り組んでいきたい。これもう少し詳しいお話をいたします と、これまではまあ公開するデータ、特にまあ論文に出たエビデンスのようなデータは、以前はですね、皆さんそれぞれ独自にまあ自分でデータベースを作ったり、あるいはあるどこかのサイトに入れたりして、データベースなり公開されてたわけです。でそれを後ほど私どもがお手伝いするなりしてですね、データベースの統合ということを行ってきました。でこのルートですと非常にまあ手間もかかりますし、なかなかその
大変です。時間的な遅れもございますね。私どもとしてはできるだけその国際的な推奨レポジトリに相当するものを立ち上げて、そちらに最初から入れていただく。それを、統合していく。最初からこの、推奨レポジトリに入っていれば、ある種の統合も非常にやりやすいわけですけど、そういうようなものを目指していく。ですからこういうルートではなくて、こちら側のルートをこれから強化していくと考えています。でこれ少し別の言い方をしますと、いろんなところで我が国に取り組まれている大型プロジェクト、特に大型プロジェクトと連携を強化するということでございます。これはこの青で書いた部分は、これまで私どもが取り組んできた活動です。主に取り組んできたと思います。先ほど申し上げたカタログだとか横断検索だとかですね、ございます。そういうようなものに加えまして、先ほど申しました4本柱に加えまして、これはあくまでもデータが公開されたものをどう整理するかということだったわけですけども、先ほど少し触れましたけど、AMEDとの連携みたいにですね、データが公開される前からいろいろお手伝いをして、共有できるようにする。今日はご紹介する時間ございませんけども、クレストの、植物関係性のグループなどを組みまして、プロジェクト内でのデータ共有を進めている。でこれを文科省だけではなくて、さまざまな省とも今、いろんな話し合いをしておりますけども、展開していくと。でこういうような、広がりを持った活動をこれから、展開していきたいと思います。その次に、先ほどそのユーザーに向いたという話をしました。これ明日午後最後の発表かなに、DBCS の後藤さんの方からお話があると思いますけども、私どもこれまでもちろん、ユーザーというものを意識していったわけですけど、もう少しそれをより明確にするという意味から4つの層に分けまして、ここにありますエンドユーザー、いわゆる実験研究者その他ですね、それからアプリケーションを開発する人、これはバイオインフォマティクスの人ね、それから最近よく言われるデータ科学者あるいは人工知能研究者との連携、それから、データベースを作って、こういうような4つ の, そのユーザーを明確なターゲットを絞りまして、それぞれにどういうようなインターフェースといいましょうか、どういうようなツールなり、どういうフォーマットでどういうデータをお渡しすればいいのかということを、明確にして開発に取り組むということでございます。それから他にもですね、これは NPDC 独自、ということでもないんですけども、NPDC としてはですね、ここにありますように、これまで人のゲノムのデータはお預かりすると言いましょうか、貯めておくということだけをやってきたわけですけど、それを活用いたしまして、詳しい話は明日あるいはそのポスターで見ていただければと思いますけれども、さまざまなプロジェクトが出てくるヒトゲノムのデータをですね、再解析しまして、また文献とか欧米のデータベースにある変異の、注釈と付け合わせしまして、最終的に日本人のゲノムの変異を全部まとめたような統合バーと呼んでいますけど、こういうようなデータベースを作っていく。こうすれば今まで貯めておくだけでしたので、一部の研究者しかなかなか使えなかったものをですね、こういうような形で誰にでも、特にここにあります医学研究者あるいは製薬企業の人あるいは場合によっては DTC の人も使うかもしれませんけど、そういうような形のものを来年3月には立ち上げていきたいというふうに思っています。それから あともう 1,2 枚ですけれども、最後は先ほどこれ少し触れたもの、最後のここのところで、データベースセンターのとかあるいはデータ統合の継続性ということですけれども、これに関してはなかなか難しいんですけども、最後のこのワンピンを買おうとしてということではですね、少し発信力を高めようということで、こういうふうな、JBI というポータルを、割と最近立ち上げました。これは半大の PDBJ、 それから、遺伝研の DDBJ、 それから NBDC、 それから、先ほどご紹介した TPC、 この4つが、連携しまして1つのポータルサイトを立ち上げて、ここからいろんなサービスなりニュースなりイベントというものを、見えるようにするということで、そういうような方向で目指しておりますので、こういうような活動にもぜひ、ご関心を持って協力いただければと。さて最後まとめでございますけれども、今日お話ししたいことはですね、NBDC あるいは BBCLS はですね、これまでなんとかいいものを作ろうということでやってきたわけですけれども、いいものを作ったら誰かいずれすぐ使ってくれるだろうというふうに思ってたんです。今はちょっとあんまりそういう時代でもないので、もう少しその踏み込んで我々自身も使う、あるいはもう少し使う人に最近の言葉で寄り添って、開発をしたいというふうに思っています。でここにありますように、大型プロジェクト、先ほども繰り返しなんですけど、大型プロジェクトを連携していく、それから、民間企業の研究者を含めたさまざまな利用者との連携を共同研究等を図っていきたいと思いますし、ここに書いてますように人工知能研究者、データサイエンス、あるいは情報科学者との連携も強化する。
からこの利用者ニーズ応用を指向したデータベースアプリの開発、それからこういうもので作りながら応用事例を積み上げていきたいというふうに考えております。でここに書いたことはですね、NBDC あるいは DTCS だけでできることではございませんので、ぜひ皆様の協力を仰ぎたいということでご紹介した次第です。さまざまな意味で今後連携が必要かと、連携していただくとか、連携をお願いしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。どうも、本日はありがとうございました。